1942年、巡洋艦バーミングハムの浸水、ニューポートニューズ造船所は、アメリカ国内で最大の民間造船所で、ハンティントン・インガルス・インダストリーズの一部門である、ニミッツ急行空母艦を建造可能な唯一の造船所であり、バージニア州、ニューポートニューズ市に所在する。ドロシー1880年代に、コリスポッター・ハンティントンが、 オハイオ渓谷からニューポートニューズへ石炭を運ぶためにチェサピークオハイオ鉄道を作った。そして彼は1886年にこの石炭輸送に使用する船を修理するためにこの造船所の前身となるチェサピーク監督建造会社を設立した。この会社は1890年にニューポートニューズ造船所監督会社と名を変え、1891年に 最初の船となるタグボートドロシーを建造した。1897年までに、銅造船所はアメリカ海軍のために3隻の軍艦、ナッシュビル、ウィルミントン及びヘレナを建造した。1906年の革新的な戦艦ドレッドノートの収益が世界的な艦関競争の始まりとなった。1907年から1923年の間にニューポートニューズ造船所は、 米海軍の22隻の土球、超土球戦艦のうちの6隻を建造した。デラウェア、テキサス、ペンシルベニア、ミシシッピ、メリーランド及びウエストバージニア。デラウェア以外の艦は第二次世界大戦に現役で参加した。1907年にセオドアル・ーズベルト大統領がグレート・ホワイト・フリートを世界一周の航海に送り出した。十六隻の戦艦のうちの七隻は ニューポートニューズ造船所で建造された。1918年から1920年の間に、ニューポートニューズ造船所は25隻の駆逐艦を建造した。第一次世界大戦後には航空母艦を建造し始めた。レンジャーは1934年に建造され、続いてヨークタウン及びエンタープライズを建造した。1940年までに、 海軍は7隻の航空母艦及び4隻の巡洋艦を発注した。また、ニューポートニューズ造船所は、リバティ船の要求を速やかに満たした。1941年末に、最初のリバティ船を浸水させ、全部で239隻を建造した。海軍は、ニューポートニューズ造船所に、船舶建造での功績で、イーペナントを授与した。戦後、 ニューポートニューズ造船所は有名な客船ユナイテッド、ステーツを建造した。それは、大西洋横断の速度記録を作った。1954年には、ウェスティングハウスエレクトリック社及び海軍と共同で、空母推進用のプロトタイプ原子炉を開発建造し、1960年には、最初の原子力空母エンタープライズを設計した。 1959年には最初の原子力潜水艦シャークを建造した。1970年代には西半球で今まで建造された最大のタンカーのうちの2隻と、さらにアメリカで今まで建造された最大の LNG タンカー、排水量39万トン以上の3隻を建造した。1980年代には2ミッ急航空母艦及び、 ロサンゼルス級原子力潜水艦を含む様々な海軍艦艇を建造した。2001年11月7日にニューポートニューズ造船所はノースロップグラマンとの吸収合併協定に署名しノースロップグラマンニューポートニューズとなって40億ドルの造船所が誕生した。NGNN は2008年1月28日にノースロップグラマン社のもう一つの造船部門であった。 ノースロップグラマンシップシステムズと統合され、ノースロップグラマンシップビルディングとなり、ニューポートニューズ造船所は、その管轄下のノースロップグラマンシップビルディング、ニューポートニューズとなった。2011年3月31日に、ノースロップグラマン社は、10年にわたる、アメリカ海軍艦建造から手を引き、造船部門の NGSB を分離して、 ハンティントン・インガルス・インダストリーズとして独立させると、共に、その株主となった。そして、NGSBNN は、非位の一部門のニューポートニューズ造船所となった。ありがとうございます。